こんにちは、スタイミです。今日は2ヶ月ぶりに久しぶりに私が最近買ったお気に入りのもたしをご紹介したいと思います。まずはですね、どうしようかな。お洋服部門からいこうかな。お洋服部門、今着ているこのニットポロもそうなんですけど、一つのブランドでたくさん買い物しちゃいました。前回 の, あのメイク動画でも着ていたこちら、これとか、スッケスケのこれ超可愛いんだよな、これとか、あとなんかウェスタン調で同じくニットポロ、ウェスタン調のニットポロ、珍しくない、この配色とか超可愛いんですよ。これとか全部ね、容赦ないショートだけでね、 XS サイズなんですけど、 XS サイズがある展開も好き。あ、ブランド名まで言ってなかった。サイダーというインスタグラムの広告で見つけたブランドなんですけど、広告ですぐ買っちゃう系の人なんで、私アメリカのブランドです。海外のブランドやっぱサイズ展開が豊富でいいですよね。このワンピース、このミニワンピースとか、このロングワンピースとか、このロングワンピースは前から見ると普通にいい子ちゃんなんですけど、後ろから見るとほらこんな感じでガバッと開いてます。ガバッ、もう背中丸見えで腰のところまで開いてるデザインなんです。これが超かわいい。今着てるニットポロはお花がついてて容赦ない丈感、結構あの厚手の普通ニットなので、もしかしたら秋までいけるかなと思って、今日ちょっとカチューシャも合わせて秋っぽ先取りみたいな感じでお送りしてるんですけど、日差しはガンガン夏です。暑いです今日も。あとはこれは結構あのベーシックな洋服としてご紹介したいんですけど、あの着てたら普通にどこのですかそれって結構意見いただいて、DM いただいて、こちらです。ギャップのアメスリのタンク、これ肉厚なリブ素材ですごい着やすくて可愛いです。これ実は2色持っていて、このグレーとまたこちらちょっと薄パープルみたいな感じの色です。アメスリ具合もここ細くて、ここグインってなってる、これアメリカンスリーブっていうんですけど、これの具合もすごい最高最高です。サイズは XXS です。私が着てるのはピタッと着たいので超かわいい。ちょっとだけショートだけでなんか出るぐらいかな。あとはギャップに続いてザラでも買い物をしたのでご紹介します。ザラはね定期的に見ちゃって定期的に買っちゃうんですけど、こちらどんだけアメスリーのタンク買うねんって感じなんですけど、ちょ洗濯したらさらに短く小さくなっちゃいました。これはニット素材です。乾燥機かけちゃダメですね、ニットは。学びました。これは S サイズみたいです。キャミソール、アメスリのタンクと合わせてインスタグラムに写真載せたことがあります。これにフレアのデニムのパンツ履いて、こんな感じ。これも S サイズです。あとこれは撮影用に買ったんですけど、このタンク、これは何だ、リッチェ、これも S サイズです。とあとこれレストラン行った時にデニムと着ていた写真、覚えてる方いるかな、インスタグラムで載せたんですけど、ピンクのやつです。襟がフリフリでこうスカラップみたいな形になってて、なみなみになっていて可愛いです。こういう形です。ショートケーキみたいな形です。とこれも S サイズです。
私はあえて黒い下着、黒いブラをつけてつけさせてました。なんかそういう着方すごい好き。これも撮影用に買ってまだ自分では着てないんですけど、 XS から S、 私もピーチョーなキャミ。やばい、着るべき洋服いっぱいあるな。私着る洋服いっぱい持ってる。これのキャミです。これはね、着たことあるのでインスタグラムで見た方も最近の記憶であるかな。これもザラでした。後ろもかわいい。すごいピチピチなんですよね。すごいピチピチで、ここがめちゃくちゃ空いてるのが好き露出好きです。これは XS から S サイズですね。基本的に洋服一番小さいサイズを着てます。で、あとこちらは S サイズの、なんだっけこういうの、バイカーパンツかな、バイカーパンツですね。お花柄、これビッグティーの下とかに履くとチラ見せしてきて可愛いです。あとこれ、これまだ着たことないんですよね。これ XS です。着たことないんですけど、こう前は普通に、スクエアネックで可愛らしいトップスなんですけど、後ろが全部空きなの。わかります？全部空きなのよ。こんな感じです。可愛い、背中全部空き。でも洋服が、下着がこれどうしようかなって感じで、キャミソールとかはしてもこう見えちゃうから、見えない方が可愛いなと思って。ノーブラで着るにはちょっとこの辺が心もとないから、どうしようかなって思ってるアイテムです。ニップレスとかつけたらいいのかな。ご意見ください。こちらもインスタグラムの海外通販の広告で買ったんですけど、じゃん、クラップというブランドから、サングラスブランドですね、からサングラスを取り寄せしました。派手派手と、キャットアイ2種買いました本当でもキャットアイが好きすぎて、自分でもなんか似合うと思ってるので、キャットアイこんなに似合う日本人もなかなかいないだろうなって自分で思っちゃってるので、ポリポリなので、キャットアイがなんか見つけたら注目しちゃいますね。これインスタグラムの広告のクラップさんで買いました。アメリカのブランドです。海外通販すごくたくさんするので、全然私は抵抗とかないです。あといきなりぶっこみますけど、高円寺で買った、高円寺のフィギュアさんで買ったウェスタンブーツです。ウェスタンブーツずっと欲しくて、可愛いの探してたんですけど、撮影の前日に見つけました。買ってきちゃいました。名前はいつもね、場所で覚えてるからね、アンバーさんで購入しました。インスタグラム、じゃ、可愛いです。ウェスタンブーツとかはね、古着に限りますね。ウェスタンブーツ調の新しいブランドとかも、もしかしたら後々着てるかも、履いてるかもしれないですけど、今のところは古着がすごく気分でした。嬉しい、これ買えて。そのまま古着つながりでご紹介すると、この白いシャツブラウス、すごい可愛いんですよね。こうレースの生地と普通のコットンの生地が合わさっていて、裾がハフスリーブで、ここにゴムが入っていて、ピラピラしていて、ここがね、透けるんですよ。こう穴ぼこになってて、だからさっき言ってたように黒い下着とかあえてつけて、ちょっとつけさすようなこなしとかもしてみたいなって思ってます。これインスタグラムに載せました。こちらは中目黒のオルゴーさんで買いました。
すごい可愛い、うん、なんかザ・古着屋さんって感じの優秀正しい古着屋さんでした。古着がね、ずっと X になっても好きだから、新しい洋服ももちろん買うけど、白っこうなっても古着はいつまでも好きでいたいなって思ってるお洋服のジャンルの一つです。洋服、靴、立ち部門終わりへして、コスメ、コスメはこちらリカフロッシュさんから、これは買ったものではなくて送られてきたものなんですけど、すごく可愛いリップをいただいたのでご紹介します。見えます？すごい可愛いパッケージがもうすでに、で今もつけてます。オレンジのリップちょっとだけチークにもつけました。マットな仕上がりです。ジューシーリップティントですね。07番のピュアマイトを今日はつけてます。なんか黄色のアイシャドウとかとも相性良さそう。そういうメイクもしたいな。イエローメイク、これからも秋とかも重宝しそうな色です。ありがとうございます。コスメ関係は他のアイテムは先週の YouTube をご覧になっていただいた方は分かってると思うので、そちらを見てください。新しいコスメたちたくさん使いました。まだ見てないよって方はこの後ぜひとも見てください。では次、すごく小さなものなんですけど、こちら松陰神社にあるメルシーベイクというとっても有名なお菓子屋さんで買いました。グラノーラ、これすごく美味しくて、実は2袋目なんですけど夏のグラノーラというタイトルでココナッツがそのまま入ってたりとか、あとマンゴーチップが入ってたりとか、なんか夏を思わせるようなグラノーラです。すごい美味しいんですよね。グラノーラって私いつも、うん、なんか食べきらずに終わっちゃうんですけど、すごいこれは本当にすぐ立っていっちゃいます。ヨーグルトの上にサラサラってかけて、あと冷凍のブルーベリーとかポンポンポンって乗せて、砂糖がないヨーグルトがおすすめで、で蜂蜜をヒューってかけて食べるのがおすすめです。朝食によかったらグラノーラそれ入れてみてください。でおうちグッズたち、これもインスタグラムで載っけたんですけど、キャンドルですね。香りはシュバーポットという香りかな。いい香り、すごくいい香りなんですけど、ここに芯が木になってまして、これ火をつけるとシューって音がシューって音がして、なんか暖炉の近くにいるような癒される音がします。おすすめ、いい香り、まず火につけてみようかな。これくるみに昔もらったフランスのお土産のマッチを使います。使ってます、今のに。マッチで火つけるとなんか心が穏やかになる。点火、聞こえます？音がうるさすぎて聞こえないかな。うん、癒されるな。香りもすごくいいです。よし、これつけたまま置いておこう、こっちに。最後にご紹介したいのがこちら、おばあちゃんに同じメーカーの同じシリーズのブランケットを買ったっていう噂の。ベアフットドリームスさんの夏の掛け布団です。私のこれ千駄ヶ谷のロンハーマンで買ったんですけど、サラサラの素材感で気持ちいいです。気持ちいいし、なんか夏でも涼しくて、夏涼しいブランケットですね。寝室の匂いがするっていう感じです。あ、やばい、あともう一つ忘れるとこでした。こちらをご紹介したくてつけていたんだ。マルテヴィンテージの展示会で買った、
マルテの会社で同じものをやっているシキヤというのかな、シキヤかな、多分シキヤオフィシャル、このアカウントですね。こちらでゲットしたリングです。これなんか温度なのかな、わかんないんですけど、色が徐々に変わってくのですごく可愛いです。今ブルーなんですけど、こんな感じでターコイズっぽい色にもなるし、あと黄色っぽい色にもなるし、ピンクっぽい色にもなるし、パープルっぽい色にもなるので、すごく気分が変わって可愛いアイテムです。こちらも最近のお気に入りのアイテムです。以上が私が最近買ったお気に入りのアイテムたちでした。見ていただいてありがとうございました。また来週を見てください。では、チャンネル登録とグッドボタンとコメントよろしくお願いします。では、また来週。ありがとうございました。